今日はソーラーパネルからポータブル電源への充電を紹介します。ポータブル電源はブルーティーの EB70S。 実はケンキャンさんのイベントで大賞を取っていただきました。ソーラーパネルと車内配線の接続部分はこちら。ソーラーパネルはルーフ上に常設してます。ソーラーパネル、レノジ 175W を使ってます。キャビネットの上棚に配線されてます。あとはポータブル電源に接続するだけ。いつも 120W くらい入力しているイメージですが、今日は 70W です。真夏はどうも入力が下がるようです。ソーラーパネルのおかげで電力に困らず旅ができてます。